ラジオをご覧の皆さんこんにちは赤尾弓のネットで追説法でございます、えー、今日収録は8月2日なんですけども、えー、オリンピック真っ只中ということでちょっとオリンピック関連の話題にしたいと思います、えー、私がですね実はあのちょっと今回オリンピックにあの聖火ランナーとして関わってまして えまあご承知のとおりにあの東京は緊急事態宣言中ですのでまあこう実際沿道を走ることはできなかったんですけども一応こうなんていうんですかトーチキスセレモニーっていうのを出席してきましてまあこれがですねなんか私思っ思っ全然こうやる気もなくただなんかこうユニフォームもらいに行ったぐらいのノリで行ったんですけどそれが結構よかっまあまあよかったなっていうことでちょっとそのお話をしたいんですけどもえっと日にちはえ 7月18日の日曜日だったんですけども私は一応こう、えー、まずどうして冷静から何なったかっていうとあの会社で取引している日偽のおばちゃんがですね「会長これに作文書いてあのおあの、ね、募集してください」とか言われたので「あのあ応募してください」って言われたのでなんか全然やる気もなかったんですけど適当になんかこうパソコン上でこう。 入力すするんんですよねなんか何,何文字か作文書いてなんか住所名前とかいろいろ書いて「送信」とかやって忘れてたらあのー、数ヶ月後にですね日生のおばちゃんが「会長の方が通りました!」とか言って <laughs> あの言いに来たので「あらー」とか言ってででその時はですねもうすでに私ど,どういう作文を書いたかすらも覚えてなくてですねで一応なんかテーマがつなぐとかなんとかだったかなーっていうことだったんで一応こうなんか 会父から会社を、ね、引き継いで今度、まあえー、とまあちょうどちょっとこう母も亡くなりこ、まあ、そのねやってきたことを子どもたちにつなぎたいみたいなまあちょっとそれっぽいようなことをあの,、まあ、あの嘘は書いてないんですけど一応それに合わせてあの書いてそれであのしたらまあそれが結構偽の。あの 中でではすごく評判が良かったとということでおかげさまで聖火ランナーになったっていうのがもう実はもう2年ぐらい前ですよねもう結構前の話ででご承知の通り1年流れてそしたらずっと連絡が来なくてですねで結局あれどうするのかなと私はニュースでその東京はあの行動を走らないっていうのを聞いてたんで結局どうするのかな何もやんないのかなってで。で あの聖火ランナーは買う権利があるって言われてたので一応こう7万いくらいしたんですけどそれ申し込んであのやってたんであの当時はどうなるのかなとかいや結局何なんだろうなみたいな全然こう連絡待ちだったんですけども事務局側から連絡待ちだったんですけども結局その18日の確かなんかねもう1週間切ってたと思うんですけど5日ぐらい前にようやく連絡が来てその18日は。 あの当時ッスセレモニーだけをしますので何時何分にお集まりくださいみたいな感じで書いてあるんですよね。 そもそもちょっと言い忘れたんですけどで私はあの住所が豊島区で会社は練馬区だからどっちかを走るのかなと思ってたらですねそ,のそもそもその去年当たってた時点でなぜか私は足立区のランナーだったんですよね <laughs> それで私はこう一応事務局に問い合わせてあの「住所が豊島区で会社が練馬区なんですけどなんで足立のランナーなんですか?」みたいな感じでちょっと問い合わせたんですけど、まあ、そしたら「東京都のランナー」というくくりなので、まあ、どのくか でもあのその該当者なんですみたいなこと言われてそうかでもなんか足立って全然そのなんていうんですかねこう地のりがこう何てうかこうち地,地域的なこう感覚が全然分かんなくてですねなんかどうなのかなと思ってたんですけども結局そのトーチキツセレモニーも足立の市,あの市場っていうのがあるんですよ。足立も初めて伺ったんですけども千住大橋の駅からすぐのところに足立市場っていうのがありましてでそこでえー、っとあの。 一応こうなんて言うんですかねセレモニーのこう舞台はこう、ね、市場の中に作られ特設会場が作られるわけですけどもその手前にスポンサー企業であるそれこそ日本生命コカ・コーラ NTT あとなんだっけなあ,あとトヨタかな,なんか、まあ、とにかく4社ぐらいのスポンサー企業がなんかブースを出していてなんかゲームやったりとかなんかこう。 こうトーチ持って写真撮ったりとかいうようなそんなようなブースがあって多少遊べるような感じはあるんですが、まあ、一応その選手1人につき4人しかあのこうなんていうんですかあの、えー、応援に来てもらっちゃ困るっていうことだったので、まあ、一応私は息,息子と娘と妹と甥いっ子と4人呼んで、まあ、あの来てもらったんですけども。でそして、えーっと えと選手はまずちょっとねこれも謎なんですけども板橋区の本蓮沼っていう駅の近くの中学校に集められてでそこでなんかそのユニフォームに着替えていろいろ説明を受けるんですけどもでその時にこう番号が割り振られていてこう私はそのあその時に初めて何番だということで前後の人とはじめましてよろしくお願いしますということでこう挨拶するんですけどもいろいろこう。 説明を聞いて、えー、とちょっと待ち時間もあるのでその間にその前,後の人たち前後の人とこうやった後にどういうポーズをしましょうかっていう作戦を練るわけですね。で,でその私の前の番号の人がそのボルトのポーズがしたいってことだったので「まあ、いいですよやりますよ」っていうことで私はそのボルトのポーズー練習して、まあ、その方とやってであと私の後ろの人はなんかこういう,こう手を挙げるような感じがいいんじゃないですかみたいなこと。なあの 言われたのでじゃあせっかくだからこう片足上げてグリコみたいにしましょうって言ってあの2人で相談してそういうふうにポーズを決めてでやってそこ,でそこの中学校でいろいろやってその後バスに乗ってなぜかそ30分移動して板橋区から今度足立区へ移動してその足立区の市場でえやるとで。そうするととががののの前のところは北区のランナーかかなんかが あのセレモニーをやってたので結局あのちょっと待ち時間があったりとかしてその間まあ家族もぼちぼち来たりしてこうやったりしてですねまあ結構だからなんだかんだ本当にね集合時間が12時ぐらいだったんですけど終わるのが開放結局でやってまたバス30分乗って帰ってきて開放されるのが夕方6時ぐらいだったんでまあ半日仕事だったんですけどまああのでも逆にそうやって半日かけていろいろこう。 前後の人ともコミュニケーション取れたしあの逆に拘束時間が長いことでこうそれがこう時間としてはいろいろ楽しめたんですよね。走ったら何分何もう本当1分ぐらいとかで終わってなんかねあんまりこう前後の人ともあのコミュニケーションもないままままた「はいさよなら」みたいな感じだったんですけど。 そのバスに乗ってる時も、まあ、私の前の人といろいろこう喋ったりとかして。あの、なんていうんですかね。あの、逆に、こう、その時間を楽しめたっていう感じと。あと、私が一番今回思ったのは。あの。えっと、とにかくですね。まあ、これ、よ、よかれ、あしかれなんですけども。めちゃめちゃ。人手がいたんですよ。でランナーは本当、何、何十人かだったんですけど。その。スタッフとか。 あ,のあと警備の方警察消防あと SP みたいな人もいたしあと多分ボランティアスタッフの方もいたんでしょうしでそのアテンドするスタッフの方がすごいこなれていたのでなんか「ボランティアの方なんですか?」なんて私ちょっと聞いたら「あ私たち実はイベント会社のものなんです」なんておっしゃってましたけどまあ本当にねその ディズニーランドの,その何ですかアテンド並みにすごいプロフェッショナルな感じにいろいろ説明をされたりあの私たちをこうあのアテンドしてくれてで最後その何て言うんですかねあのいちいちその中学校からバスに乗るところとか「うわ!」みたいな花道作ってこう拍手されたりとかですねまあとにかくこうランナーは超 VIP 気分でいられるわけですよね。自分たちよりもそのお世話してくれるスタッフの方が多いと だからまあそれは裏を返せばそれだけ金コストがかかってるっていうことなんですけどもまあ逆にまあそれだけこうなんていうんですかね人手をかけてやってるので、まあ、こちらとしてはあなんかあのすごい。 イベントに、まあ、私は本当偶然当たってそれに参加できてるんだなっていうような、まあ、ありがたみというか、まあ、申し訳なさというか、まあ、そんなようなのを感じたということでなんか私なんか本当何もやる気がなくてただもう行ってユニフォームもらってトーチもらって帰ってこようぐらいのつもりだったんですけど、まあ、結局その行ったらこうエスカレーター式にこう流れ作業にバーってつあの結局は付き合うことになったんですけどもあのまあ逆にそれは帰ってよかったかなと思って。で えと最後帰ってきた後も一応こうメディアのインタビューとかも受けたので多分それどっかそのあの私まだ見つかってないんですけどもそのオリンピックのホームページとかあのどっか探せばそれも載ってるのかななんて思いますしあと,えと結構写真もあちこち撮ってくれてでなんか探せばね本当いろいろ載ってるんだろうけど私も全然ちょっと自分のを探してないんですがとりあえず翌日の読売新聞にはちゃんとこう。 名前とと写真が載っててたりとかしてですねやっぱりその、えー、まあこう、ね、誰でもできることじゃないことをやらせていただいたんだなっていうね後から後からこう感謝の気持ちが来たっていうかねあ,ありがたかったんだななんていうふうに思いますね。で,でそれよりもびっくりしたのがその新聞よ読んで気づいたんですけどあの私の後ろの方があのなんかあのお医者さんでなんか福島でこうボランティア的にいろいろ 医療活動をやってた方でなんか結構その大きくなんか乗ってたりとかして <laughs> ああこういう有名な方だったんだと思いましたしあと私の前の方はその当日メディアのインタビューに答えてた時にその時初めて知ったんですけどもなんかずっとこうなんかがんの治療かなんかをされていて60前半の男性だったんですけどもなんかが,がんの治療かなんかをされていて本当にそのお医者さんが抗がん剤の あれをコントロールしながら今日迎えることができましたなんていうふうにそのおっしゃってて、で私とバスの中で喋ってる時は全然そんなことをねあのそういうことをあの雰囲気も漏らさずに何かこう楽しくあの普段どんな トレーニングしてるんだみたいなことをお互いこう話したりとかしてたんですけどもまあちゃんとこうやっぱりそれぞれ前後の方はいろんな思いがあってまあそれも参加されてたんだなっていうのをこう後から知ったっていうのもありましてまあ,あのそういった意味では身が引き締まる思いだったんですけども私は本当にあの気軽にねあのユニホームとトーチもらいに行ったぐらいのノリだったんですけどもまあ結果として出てよかったかななんていうふうに思いました。で後半はは今度いいいい話じゃなくてちょっと文句を言いたいんですけど もうあの開会式あんだけ金かけてなんで最後が大阪直美みたいなようなお話もしたいと思います。え以上ですありがとうございます。